さっちゃん、おはよう。
THC さんいらっしゃい。決まってるように見えるんだ。THC さんってもともと俺のこと知ってんの？あの、昔の俺を。ああ、そっか。ああ、でもまあ、そういう風に見えるんだなっていう。最近知った？ありがとうね。昔の見たらびっくりすると思いますよ。1週間前以降、6年半やってんすよ、僕。あ、そういうことね。はいはい。決まったね、寝起きだよ。いや、THC っていうコテハンで、決まってますねって薬物のことだと思ったわ。そういうことか。笑うよな。言葉って面白いね。カリノさんおはよう。世の中、ああ、カリノさんおはようね。世の中にはクソがたくさんいて幸せそうにしてるよな。アドは偉い。おはよう。おはよう。みんな偉い。みんな偉い。みんな偉いよ。全員偉いよ。幸せがね、憎く見えちゃうんだよな。辛いよな。その辛さもわかるよ。でも、その自分が持ってるものとか、自分が手にしてるものにも気づいてみてって。実はものすごく与えられてるから。武術家とか格闘家の人がね、なんだろう。だから宮本武蔵とかさ、武術家じゃん。宮本武蔵が、その、
悟りの方に向かおうとしたっていうのは面白っかな。なんかね、表裏一体だし、対極にあるの、武術ってものが。武術っていうか、闘争みたいなことかな。だから、インドの多分ヨガとかやる人とか、まあ、本当のお坊さんとかって体鍛えないじゃん。で、対極にあるのが体を鍛えまくることっていう。ああ、そうだったんだ。いやー、ありがとう。うん。なんか、こう、対極にあるようで、実は表と裏だから、わかるなーっていう。だから、その、里、その、業者っていうの、なんて言うんだろうな。精神世界を求めてる人って格闘技を嫌うっていうのと、格闘家が精神世界を求めるっていうのが、つながってるんだっていう。精神世界の探求者からすると、格闘技とか人をこう体を鍛えるでもいいんだけど、それって捨てなければいけないことなの。で、格闘家からすると真逆で、精神世界を捨て去らないといけないの。だから逆に行くんだっていう。でも俺捨て頃が待ってるんだよな。捨て頃が3ヶ月後俺殴り合いしないといけないから、THC さんはもともと俺のことを名前とか知っててくれてた人なのかな？たまたま偶然出会ったのかな？なんか見たことあるなって感じだったんですか？聞いたことあるなみたいな。いや、出会いって面白いっすよね。奇跡っすよね。出会うべくして。ああ、知ってはいたんすね。じゃあ、便所さんとか、ワン太郎とか知ってんのかな、じゃあ。うん。YouTube ライブは今大丈夫っすね。ヒロさんおはよう。うん。今、携帯配信やってんすよ。だから、パソコンじゃないんで。ちょっとこの後僕、ロケハンに行かないといけなくて、もうちょっとしたら出ないといけないんだけど。あと、夕方からはね、金梅さんと一緒に、花見をやるんで。お花見っすね、今日は。この状態で酒飲んで大丈夫なのかな？バドってよく聞きました。まあ、酒飲まなきゃいいのか。武蔵は融通が効かないから上級武士から嫌われて出世できなかった人。うん、あ、和道か。おお、すごいね。ああ、和道か、その、ああ、そういうことだったんだ。やっと意味わかった。うん。なるほどな。ありがとう。和道だったんだね。はあ。いや、面白い。ご飯食べよう。おはよう。おはよう。和道だったんだね。そういうことだったんだ。話だったんだね。しっくりきたわ。和道ね。
本当にそうよ。本当にそう。ありがとう。ロンロンフレッシュおはよう。あるがままなすがままだからね。ありがとうね。お寿司、はい、どうぞどうぞ。うん、お寿司ありがとう。風呂入ろうかな。どうしよう。コーヒー。月亭方正さんいらっしゃい。
ケピビニュー、ミンクダビデさんおはよう。ビニューかな。 B カップぐらいあるよね。 B カップはあると思うが。ああ知らんけど、おはよう。桜花火ありがとう。おはよう。ナイスありがとう。ジュンタさんいらっしゃい。みんなありがとう。今日金梅さんと夕方からお花見。ああ精神的に落ち込んでる時にか。なんでなんだろう。多分自己の探求をしてるからだと思うよ。心の旅をしてるから、肉体的なことなんだと思う。性欲っていうのが。ともそらさんいらっしゃい。ん？うん。素敵な二度見？うん。うん、いい天気。ね。今日は、これからロケハンに行って、そうだ、やることやらないと。ちょっと待ってね。心の旅じゃない。ダメだダメだ、起きろ起きろ。寝ぼけてる。起きろ。今日はロケハンに今から行きます。で、その後金梅さんと花見です。どういうこと？どういうこと？難しいよね、言葉って。いや、言葉って難しいなと思うよ。伝えようとしてもさ、こう、伝えられなかったりすっかんね。
明らかに嘘をついてる相手もそのまま素直に受け入れた方がいいの。それが本当に嘘なのかとか、その人が本当に嘘なのかと、嘘なのかなって勘ぐってる二つがあると思うんですよ。で、真実を知っていて、相手が嘘をついてしまっている場合っていうのは、相手の心の状態に問題があるわけですよ。本人はそういう表現しかできない状態。だからその場合は、そのまま聞いてあげることも優しさの一つだと思うのね。で、自分が勘ぐっている場合っていうのは、自分が相手の話を受け入れる状態じゃない時だと思う。二つある。あれ？これ嘘なんじゃないかな？真実を知っていて、向こうが嘘をついている場合、あからさまな嘘をついている場合、それは向こうの心の状態とか生き方に問題がある。だから受け入れてあげることも優しさだと思う。聞いてあげることも。で、嘘かどうか勘ぐってる状態はこっち側の問題。こっち側の問題。その二つがぐちゃぐちゃになっていったらもうわけわかんなくなるから、だから全部受け入れた方がいいよって。どちらにしろ受け入れられてない。相手が嘘ついてんのかなって勘ぐってるってことは自分の心に嘘ついてる状態。受け入れられてない。でも相手が嘘をついていると分かっていても受け入れることができるってことは心が開いてる状態だから両方とも。うん、ああ、茨城のジャックさんいらっしゃい。うん、5日前に変わりました。オムレツさんバーガーありがとう。10個もありがとう。うん、そう思いますね。心を開いてればそれがどちらかなのか、自分の心が勘ぐってるのか相手が嘘をついてるのか両方とも分かるようになるはずだからだと思います。僕はロロフレッシュさんそう思うかな。あ、そうなんだ。オムレットは。あ、そうだったんだ。勘ぐりの間は自分の問題として。そうだね。本当なのかどうなのか。もしね、心が素直になったら、素直に聞けるはずなんだよ。それ嘘でしょって、普通に聞けるはずだし、ごめんねって、私には判断できないよとか、素直な言葉が出てくると思うの。勘ぐってると知ったかぶっちゃったりしたりとか、自分の方も嘘で返そうとか、なんかもうわけわかんなくいい状態になってぐちゃ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 してくると思うから、だから心を開いてたら多分素直な言葉が出てくるはずなのね。わからないものはわからないし、なんだろうな、知りたければ追求すればいいし、うん、そうだね、そうだね。感情って人それぞれ違うもんね。で、その時のコンディションもあるし、経験も違うから、だからすれ違っちゃうしね。うん。個人差があるよね。うん。だからすごく難しいよね。わかる。うん。だから一概に正解みたいなものがね、
ないからね。数学とかはもう1たす1は2って答えがあるけど、共有できる経験が違うしね。同じものを見てるようで実は違う。だから映画とかの楽しいところそこだよね。何百人と一緒に映画を見ても感想が全然違かったりするじゃん。なんで同じもの見てんのにこんなに受け取り方違うんだみたいな。私はですね、脇が臭いので、お風呂に入ってきます。ちょっと、シャカトペコをお楽しみください、骸骨と。ちょっと、お風呂入ってくるね。
しいね、お風呂はやっぱり。おお、どうも。ごめんね。骨になってないよ。おはよう。みんな起きてる？おはよう。おはよう、猫の目、おはよう。前髪いいよ、ハゲてるよ。はい。広いでしょ。ゲーハー。
はい、部長山田さんいらっしゃい。こんにちは。毎度。量多いかな。どうだろう。量多いかな。一応ね、まあね、でも何でもいいよ、好きに読んで。こだわりはあんまりないかも。おはよう、セフィー。おはよう。社長配信ってどういうこと？昼間に起きて配信できるから、ああ、社長出勤みたいな。うん、忙しいよ。もう、あと30分したら家出ないと。30分もないな、そろそろ出ないと。ありがたいね。山田さんにもファンがいるんだよ、うん、山田さんにもファンがいるんだよ、うん、ビッグボスという商品名の缶コーヒー美味しい。あ、そうなんだ。あれでしょ、ボス。え、ビッグ、あのあれだ、ペットボトルのやつだ。最近飲み始めた。苦手だったんだけど、なんかアメリカンコーヒーみたいに薄いと思ったけど、最近飲みやすいっすね。美味しいね、あれね。おはよう、ジャヨティ。おはよう、バカ、ありがとう。ありがとう。そうなんだよね。美味しいよね、あれ。タリーズの金柑も飲んでみて、カリノさん。これ濃いめだけど。うん。うん、なんか女の人にモテるよね、部長山田さんはね、うん、女の人に人気だ。テルチャンピンみたいなジャンルだよね。缶コーヒー？あ、飲んだことないわ。今度飲んでみるよ。金の、ビッグボスね。ボスでしょ？ボスはね、レインボーと微糖とブラックしかないかな。金のやつ飲んだことない。美味しい。飲んでみるよ。金色ね。仕事戻る？はいよ。行ってらっしゃい。ハートありがとうね。うん。行ってらっしゃい。
いやでもモテるんだよ、うん、いいことじゃん、モテるんだよ。セフィは東京来ることにしたの？それとも関西に留まることにしたの？どっちにしたの？マジで？一回飲んでみたいかな、450円の缶コーヒー。いまだ決めてない。そっかそっか。東京来たらこっち会おうな。うん、遊ぼうな、一回な。今日放送できないんだよね。 Wi-Fi の契約止まっちゃってさ、半年で3万円払わないといけないの、ね、止まっちゃって支払いが。だから今日外配信はしない。だからタバクで見かけたらなんか声かけてよ。多分コメント欄見えないと思うけど。ボンおはよう。あ、ボン村さん使ったよ、ありがとう、うん、ありがとね、うん、NKR、 あ、ごめんね、今携帯だからリンク踏めないわ。カリノさん申し訳ない。じゃあね、セフィ。またね。もうありがとね、村さん。うん、あー、ごめんね。今ね、携帯配信だから、リンク踏めないんだ。申し訳ない。パソコンだったらコピペできるんだけど。うむ、つって。うん、ボン、今度何色にすんの？あれかっこいいよね。なんか金とかさ、なんだ、ユニコーンカラーじゃなくてメッシュで入ってる系のやつ、ツーブロックでこっちが黒でとかさ、一部分だけ色が違うとかかっこいいよね。3色ぐらい。次の髪の色、次の髪の色どうすんのって。ブルーでそのまま行くのか、それともピンクとかに変えるのか。ボンは、ブルーで行くんだ。ブルーいいよね。こちらこそありがとう。飲んだら報告するよ。金の缶飲んだよって。美味しかったら美味しいって言うし、合わなかったらごめんカリノさん合わなかったわって言うわ。ね、次会う時の楽しみね。缶ジュースで売ってるでしょ、金のビッグボス。うん、絶対見かけたら覚えとくから。あ、今日ロケハン、これからロケハンに行って外で写真撮ってきて、でその後上野にいる。上野の公園で花見今日は。そうだから今日外出て写真撮って、配信外で、うん、あれメッシュブルー落ちただけだったんだ。あれかっこいいよ、あれよかった、似合ってるよ。ちょっと痩せてきたな。ダイエット頑張ってるな。ちょっと痩せたよね。一回激太りしたもんな。顔パンパンになったけど、最近なんか痩せてきたよね。少し、あれじゃん、体調良くなる。痩せたでしょ実際。2、3キロ落ちてんじゃないの。2、3キロ変わってるなと思って。ね、一時期顔パンパンになってたもんね、俺と一緒で。アンパンマンみたいになってたもんね。ねえ、痩せたね、よかったじゃん。でもご飯はね、ちゃんと食べてね。
でもお盆自炊もちゃんとやってっかんな。だから健康は健康なんだろうね、多分ね。ちゃんとご飯作ってるもんね。ね。昨日さ、配信外でカオスと2時間半ぐらい電話しちゃってさ、楽しかったね。カオスとどこどこっていう町に、どこどこっていうお店があって、そこにある本が売ってるんだけど、古本がカフェでとか、そこの本面白いよとか、あの和道くん旅行きなよって、なんで和道くん行かないんだよって、和道くん行こうとかさ、いろいろ教えてくれた。 あそこの街にはこんな綺麗なものがあるよとか、あのメキシコでは宝石が安いんだよとか、ワド君行けばいいのにってずっと言ってくれて、で、ね、いつか一緒にカフェでお茶しようよって言ってくれて、いい時間過ごしたよ。ありがとう、いいね、ありがとう、ボン。最近配信外が多くて申し訳ない。配信外ばっかりだけど、配信のこと忘れてるわけじゃないからね、みんな。配信もすごく大事だけど、リアルもね、すごく大事にできるようになってきた。ちゃん、うん、さて、どうしようかな、持ってくもの決めないとな。45分ちょうどいいな。45分、いて、ごめんね。スカイプ、あの LINE ちょうだい、 LINE ちょうだい、今川さん待ってるよ。スカイプはね、やってないから、LINE か DM だね、連絡先は。あれ、でも地方じゃなかったっけ、今川さん。すごかったっけ。湘南か、そんなと、え、湘南だったの？俺もっと、なんか、遠くだと思ってたわ。え、もともと遠くじゃなかったっけ？今湘南なの？1時間ぐらいじゃん。すげえ近いじゃん。そうだったんだ。湘南いいね。
湘南だったら新宿すぐだよ。うん、よいこさんがくれたの。よいこさんが20年前に買った、よいこさんがキッズだった頃に買ったアイテム。まさか俺んところにね、よいこさんにもね、なんかプレゼントしたいな。考えよう。パートナーだからね。大切な仲間だから。ありがとね。このジャケットかっこいいよね。大人で、大人でもあるし、なんかちょっとロックっぽくもあるし、すごくいいよね。かっちょいい。綺麗にしてた。うん、ずっとちゃんとしまってたみたい。でも、もうちょっと手遅れだった状態だね。もうちょっと、あと1年2年3年ぐらいしてたらね、カビが生え始めてたから、うん、手入れしたら治ったけど、もう少ししてたらね、もうカビが入っちゃってたと思う。今ゆっくりね、シワがついてきて、すごくいい感じになってきた。面積が広いからメンテナンス大変なんだけどね、ジャケットは。すごい面積広い。あとは、三脚か。三脚と。準備自体はできたかな。ライダースね。ライダースどこの使ってんの？ショットのライダースはね、人生でやっぱ一回手に入れたいなと思うよね。ライダースジャケットの王様。ライダースは手に入れたい。赤と白のやつ誰かにあげようかな。着てないし、あれ着こなせるやつでもなかなかいないよね。欲しいって言う人がいないかもしれない。
牛革だよ。ゴートってなんだろう。ゴートって羊？珍しいやつ持ってるね。これは牛革だね。あの向こうのやつも牛革。両方とも。ただこっちの方が革がいいやつだね。高級ないい革。ちょうどバブルの頃に作られたやつだから金かかった。これ相当高かったと思うよ。すごく作りいいもん。ヤギなんだ。DM 了解。ああ、了解。革のコート渋い。なんかね、スーツっぽい感じのジャケットなんだよね。ありがとう。あ、メガネ忘れてた。メガネどこだ？メガネ。あれ、メガネどこだ？メガネ。あれ？メガネがないな。どこやっちゃったんだろう。ここにいつもかけてるんだけど。メガネ。あれ？俺昨日メガネかけてた？あれ？俺なくしてたのかな？ずっと。昨日メガネかけてたかな。どこやったんだろう。メガネなくした。あれどこ行ったんだろう。オイラのメガネ。あった。あった、みんな。あった、ごめんごめん。うん、あった。7畳ぐらいかな。狭いよ。7畳ぐらいだね。
じゃあみんな、今日、今から僕はロケ班に行って、あと夕方の6時に金梅さんと合流して、金梅さんの枠がいいかな。金梅さんと今日お花見なんで、もしよかったら僕は放送つけられないんで、金梅さんの枠に来てください。いつもありがとね、みんな。良い一日を、俺も楽しんできます。みんな おやすみ、おやすみじゃない。みんなお疲れ。ありがとね。バイバイ。夕方の6時に金梅さんの枠です。お疲れ様。ありがとう。